車やオートバイが好きで、特技はトランペット。大手レコード会社から CD を出すほどの腕前で、年に数回はコンサートを開いていたといいます。また空手道場の経営も支援していました。後援会長を引き受けてもらって、で、試合の時は応援に来てもらったという感じですね。空手道場を営む早野さんは6年前に松本さんと知り合い、以来試合のあるたびに応援に来てもらっていたといいます。しかし、結婚されていたっていうのはご存知ですか？それは分かんなかったですね。ご夫婦で例えば何かこう見にいらっしゃるとか応援しに来るっていうようなことですとかは、まあ、なかったですね。僕もちょっと試合から離れてたので、もう全然それからは試合に応援とかもなかったので。松本さんに妻がいるという話は聞いたことがなく、綾乃さんの存在も知りませんでした。今年1月、松本さんの母親が亡くなった際、早野さんは葬儀に参列。そこでも綾乃さんらしき人物は見なかったというのです。そして今から3ヶ月前、早野さんが最後に松本さんと電話で話した時には、体調もちょっと悪いとは言ってましたね。体調が悪くてあまり外出を控えてるっていうことだったので。3ヶ月前に体調を崩していたという松本さん。なぜ45歳年下の妻、綾乃さんを射殺し、自殺を図ったのでしょうか。今のところ遺書などは見つかっておらず、警察は現在も調べを進めています。私もさ、この警察発表で39歳の妻がいてるのが分かったんですけど、その細かいことも分かってないんですよね。出てこないんですよね。で、警察の発表によりますと、その妻、綾乃さんの